ちゃんの人いった。怪しいのはそっちのエリアだ。情報を調べた。あと一つでおしまいよ。あっちにいっぱいボールが飛んで。しかも気をつけろ。停止できないの。なんか停止ボタンないの。目当てのキャビネットがあった。書類を探す。任務完了。回収地点に戻ってそこから脱出よ。何も起こらないうちにそうするとしよう。あれだ、これどうやって切るの。
めて6分だけしな。あっちから入るの無理だって。あそこ監視カメラあるじゃん。黙れ黙れ。めっちゃむずい。撤収するぞ。迎えを頼む。了解。パラディンで待ってるわ。状況は？問題ない。サム、機体の強化に。ベンガジの後始末は大変か？絶対にコビンをご。どこに降りる？最も近いのはキルクープだ。そいつが着陸できる滑走路というと限られてくるんだな。分かった。めっちゃいいと思うんだけど、ちょっとこれ、されずに援軍呼ばれる。援軍呼ばれるくらいならいいよ。暇じゃないんだがな、コビ。分かってるぞ。まあ聞けよ。知っての通り俺はいろいろな付き合いがある。悪党だ。密輸商人窃盗だ。あと自由の戦士。ずっと眠ってた細胞が目を覚まして盗もうとしてるんだよ。ロシアの核廃棄物。ダーティーボム。なぜ今かわからないが、連中は動き出したら早いぞ。なぜ教える？商売に触るんだ、核ってのはな。なるほど、初めて正直に話したな。準備をし。了解。過去6時間出入りした者はいないわ。つまり敵と爆弾の材料は今も中にあるということよ。相当しろということか。ええ、第五の自由を行使して構わないわ。でも見つかると仲間を呼ばれるわよ。了解だ。
Damn it. サム、そこを一人で通り抜けるのは無理よ。バックアップがいるならまだしも。分かった、移動する。 Thank you.
って調べろ。誰かいるぞ。Что?
セクターを確保、次のエリアに移動して。敵の本部らしき場所を見つけたぞ。本部？ターゲットの地図、鉄道の時刻表、起爆装置の使用書、いろいろある。じゃあ本当に？コビンの言った通りだ。これから降りる。了解。サム、コビンを信用して大丈夫だと思う？コビンにとって大事なのは身の安全だ。はめようとはしないさ、今はな。どうだか。高度2万フィートから放り出されるような真似はせず。その先に弾薬庫があるみたい。弾を補充しておいた方がいいわ。オプションを設定と設定適用。よし、戻った。よし、あの灯台もうさんくさいな。もしかすると敵が潜んでいるかも。
よし、